サンデーに行け。ヘリテージ、神楽坂。俺たちやってやるよ。すげえこと起こるから、お前たち見てろよ。やってみたかったの何かと思いました、ね、プロレスっぽいあれね。もう今日はね、もう はっきり言います、うん、告知です。告知、うん、うん、っていうかそんなにみんなに悪い話ではない、うんうんうん、ね、3月29日 3.29 ファインクリーグやるっていうね、そういうこと。何かっていうとライトニング30周年を迎え、いろいろコラボやるんですが、俺ね結構この動画でも人知れず来てるんですこれ、うん、ね、多分あれいつものダブルじゃんと思うかもしんないけども、うん、これウルトラライトレオン、ほうほうほう、っていうのはこれレオン、ファインクリークレザーズ、ファインクリークレザーズのレオン・ザ・ノースターって言われてるモデルのカスタムモデル、あのエポレタがない、ベルトもない、皆さん多分ね知ってるんじゃないかな。で俺がよく着てる写真ですね、これ 1.8 ミリあるんですよ、革の厚さが、革の厚さがすっげえ、だからずっしりしてるっていうのと、面白くてね、ここ、これレオン、ライトレオンっていうモデル、ほう、これ 1.23 ミリです。へー、ちょっと薄いんですね、うん、薄い、うん、だけどこれっていわゆる普通のライダースと同じぐらいの厚み、うんうん、まあこれは出てるんですが、それよりも薄いモデルを出しちゃう、ほう、うん、っていうのはこれね、うん、ライトニングでも書いたんですが、俺がさ、革ジャンってさ寒いとかって言うじゃん、よく、うん、寒い寒い、うん、だけどあったかい季節はあちあち言うわけよ、うん、ね、だけど初夏まで、例えばゴールデンウィークぐらいまでとか、例えば9月、9月まだ暑いじゃん、暑いですね、でもそういう時でもちょっと羽織れる革ちゃん欲しいなってずっと言ってたわけ、うん、ね、薄い革の、はい、うん、そしたらですよ、ファインクリークレザーズの山崎さんが俺の誕生日の時にサプライズで作ってくれたんですよ、それがこれ、うん、ウルトラライトレオン、ほう、それはこのレオンの形をしてるんだけど、うん、革が 0.78 ミリ、薄い薄い、うん、ね、のレオンを作ってくれたわけ、なるほど、うん、これすげえなっつって、うん、裏もこっちはねキルティングなんですけども、はいはい、こっちなんだけど、こっちキュプラです、サラーンとしてる、なるほど、うん、だから着やすいでしょ、中綿がないってことですか、うん、中綿がない、うん、だけど写真仕様です、ほう、うん、なんでこれすげえいいじゃんっつって、うん、おそらく俺ね365日革着てます、うん、夏はベストなんだけど、おそらく1年見た時に一番着てる革ちゃんがこれ、へえ、うん、だけど非売品、あ、そうなんですか、そうだから俺の誕生日のためにスペシャルで作ってくれたやつ、すげえ、うん、これです、これが俺が着てる、サイズは違うんですけども、うん、これ、うん、うん、俺2着持ってるんですが、あ、そうなんですね、うん、こう薄いでしょ、もう 薄いのこう持ってて感じない、こういう風にこういう感じで、あ、薄そう、うん、薄そうでしょ、だけどこのすごいところはですよ、写真が出るんですちゃんと、ほら、あ、本当だ、うん、ね、そもそもレオンの革っていうのは渋なめしの馬革をまずですよ茶色で浸透して染める、うん、ね、全部一回茶に染めた状態で、うん、次に黒で芯を残した状態で丸染めするんです、うん、だから茶芯が
あるし、両方黒なんですよ。なるほど。俺たちはサンドイッチって言ってます。両方黒なんでね。それを継承してる。なるほど。うん。だから俺も見て、ほら、茶出てるでしょ。ほう。うん。これをですよ、今回、ライトニング30周年ということで、うん、代表の山崎さんに頼むぜ。この俺のハッピーな気持ちを読者に届けたい。なるほど。だから作ってくんねえかと、うん、で限定発売、すげえ、こぎつけたという、なるほど、ことなんですよ。すごいですね。すごいでしょ。本当にいいんです。これのいいところっていうのは腕まくりできる。ほら、こうやって、すごい、わかる？そんぐらい薄いんですね。うん、そんぐらい薄いんです。こういう風に、わかるかな、うん、ね、こういう風に、だから春なって着れるじゃん。確かに、うん、こんなんで絶対できないですよ、普通のライダースはね。いや無理ですね、うん、だからそういうのもできるんで、これはすごく、まあ、革ジャン好きにとって、革ジャン好きっていうのはさ、うん、ずっと着てえじゃん、うん、多分、うん、本当？きっとね、着たいんだよ、はい、俺はそうだけど、極力長い時期革ジャンを着たいわけですよ、うん、そうした時にもう3月になったら春なのにお別れですか？ね、春なのに涙がこぼれます、はい、そうなるわけですよ、うん、だけどこれ4月5月全然いけるの。ほう、うん、この薄さだから。なるほど、うん、え、いつ何月まで？5月まで行くんですか？5月まで行きます。で、夏場とかさ、たまにさ、俺キャンプ誘われるんですよ、うん、ね、あんま行かないんだけど、そうした時にじゃあ夜、うんうん、ね、高原の夜って寒いじゃない。寒いですね。そういう時にみんな、なんかそれはさ、ちょっとあのナイロンパーカーみたいな、はい、羽織ってるじゃん、うん、レザーラバーそれでいいの？ね、みんなが何パタゴニアノース知らねえよっつって俺レザーそうなるわけだ。そういう時に羽織るんだよ。なるほど。これを、あ、ちょうど良さそうですね。ちょうど、本当にちょうどいいんです。あと夏場のバイカーじゃないですか。やっぱバイカーの人って肌隠したいじゃないですか。確かに。こういう風に、だけどそれはすごくいいと思うね。うん、そういう人のためにこれいいよね。で、ファインクリークは今まででもウルトラライトシリーズいろいろ出したの、ジージャンタイプとか、うん、まあそういうのはもう皆さん知ってるかもしれないんですけど、今回満を持してすごいダブル出したよ。初めて、初めて、もう非売品、へ、うん、モヒカン小川スペシャル。だから今回商品名、うん、モヒカン小川かけるファインクリークレザーズ、へー、ウルトラライトレオン、すげえ、ドーン、バーン、もう、まあ、そういう風になるわけよ。うん、感じ。だからこの写真の出方見て、これはね、あの普通のレオンです。うん、うん、俺すげえ着てますよ。すごいですね。もうだからこれ茶です、ほぼ。うん、こういう風に茶になってる。すげえ。ね、よくね、こんな風にすぐ茶が出る革ジャンはよくねえとかっていう人がいる。へえ。ね、いるんですよ。写真っていうのはもっと時間をかけて。少子、俺はそいつらが想像できねえぐらい着てるから、もうだからこう行き急いでんの俺、うんうん、すげえ着てるんでね、これぐらい出る。普通の人がこれやったらマジで10年以上かかります。もう15年ぐらいかかるんじゃないかな、うん、多分、うん、俺はもう毎日で徹夜とかでやるからね。あ、確かに、うん、3日4日革ジャンを脱がない時皆さんありますか？私はあります。まあ、そういうことですよ。それぐらいふわっと面で出てくるって俺言うんだけど、うん、ピグメントとか悪くないんですけど、顔料系の時っていうのは擦れて出てくるんですよ、はい、うん、だけどふわっと出てくる、わかるかな、これもそうなんだけど、面で出てくるっていうか、ふわっとこっから浮き出てくるっていうか、広範囲に出てくる。そう、広範囲にふわっと出てくる、これもそうですし、わかるかな、うん、こうピューっと、はいはい、うん、面落ちって俺は呼んでるんですが、面落ちを楽しめる。なるほど。ここまでね、あのなんで 0.78 ミリに空いてもこれができるかって言ったら、もともとの原皮が厚いからなんですね、うん、原皮が薄いと 0.78 ミリにやったら銀面も削いじゃうんですよ。ほう、
こうケツからこういう風にやった時に、はい、そうするともう味も何にも出なくなる。へー。だけどもともとの原皮が厚いからそこまで薄くすいてもちゃんと味が出るようなあの皮は銀面を担保できてるわけ、うんうん、っていうね、そういうのを今回作ったと。なるほど、うん、感じなんですよ。うん、すげえ。すごいでしょ、うん、この感動をですよ、どういうふうに伝えればいいか。本来、これ正直に言うとこれとこれね、うん、なんじゃない、それ普通のレオンと普通のレオンとウルトラライトレオン、はい、まあ、今回は同じ金額です。ちょっと値上げしたんで、税込み206,800いくら、まあちょっとここに出ますよ、はい、うん、それはウルトラライトレオンの金額、あのレオン、レオンもレオンと価格を合わせてるんですね。なるほど、うん、なんだけどよくよく考えてみてくださいよ。これそもそもこれを作る前に皮を割ってるんです。だから薄くすいてるんです。ほうほうほう。だから本当はこっちの方が高くなるんですよ。手間が多い、手間が多いんです。薄くするっていうことで、薄い皮だから安いって思ってる人はちょっと間違ってる、うん、なるほど。薄いっていうのは高いんですよ本来だけど同じ手間が、手間がかかってる。縫製とかもそうか、うん、一緒ですもんね。一緒です、パーツも、うん、だけど唯一違うのがですよ、うんうん、そうだね、これはちょっとあの一番最初のプロトタイプなんで、うん、あれなんですけど、今度売り出すやつはここにボタンがないです。スタッツの、あ、スタッツじゃないや、うん、スナップボタンの受けが。本来これっていうのは革をエポレットを切ったっていう設定のもとやってるんで、ここが残ってる、うん、でこれが一番最初に俺がいただいたやつ、はい、なんで全部踏襲してますね。ここがエポレット切った後もある、はいはい、うん、なんだけど今度売り出すモデルっていうのは分かりますかね。もう最初からもうそれはない、省略されてる、省略されてる、もうよりスッキリしているという感じなんで、あのよりスタイリッシュに、なるほど、うん、着れるんじゃないかなという感じですかね、うん、いやだからライトニング30周年、うんうん、あのこれからねいろんなあのコラボモデルっていうのが出てくるんですよ、ほう、うん、今後。へー。あの親方も言ってました、仕込んでます、ほう、俺も仕込んでる、なるほど、っていうことで、まあ他の三浦とかね、ほうほう、っていうのも仕込んでるんで、どんどんする、ね、出てくるんですが、その第1弾がこのウルトラライトレオ3029なんですよ。なるほど。第1弾なんです。第1弾なんですね、はい、へー。これがね、うん、一発目からすげえのを持ってきますね。一発目からすげえの持ってきました。おう、あのね、数量限定です。あ、これ、うん、うん、で、なんで3月29日の午後9時に、うん、クラブライトニングの特設サイトからかな、まあそれあの SNS とかでもちょっといろいろやりますけども、うん、販売開始、ほう、もう先着順。あ、先着なんだ、うん、すごい。だからもしカード番号とかこういう風に入力しなきゃいけねえんだとしたら、カード番号を頭に入れといた方がいいかもしれないなおう、あとなんか何なんとか期限あるじゃないとか、なんかなんとか番号とかあるじゃんの、 カードって、そういうのもってやんないとすぐに売り切れちゃう。へえ、うん、いやでもそうでしょうね、これは。そうなんで、ちょっとこれはね、あの本当に本当にですよ、これ忖度抜きで1年で一番着てる革ジャンだと思います。ほう。それぐらい長く着れるんですよ。着やすいってことですね。着やすいっていうか薄いから、そう、着れる時期が春、そう、着れる時期が長い、うん、うん、なんでね、ちょっとねこれ皆さんにねちょっとこう体験してもらいたいなと。してもらいましょう。うん、してもらいたい。まあ今回はね、だからちょっと後でいろいろサイズ感のねこう見せますけども、正直言います、今回は告知ですうん、まあでもいい情報なんじゃないですかね。そう、みんな欲しいじゃないですか、うん、だってレオンってすげえ人気なんですよね。すごい人気です、うん、買えませんね。
だけどその薄いやつ、まあ本ちゃんのレオン欲しいんだよその前にっていう人もいるかもしれませんが、この薄いのは薄いので、俺ね大きめ着てるんですよ。普通のレオンは40なんだけどこれ42、うん、だから例えば奥さんがちょっと羽織るとかでも可愛いんですよ薄いから。なるほど、うん、奥さん着てくんねえんですよ 1.8 ミリの馬側なんて多分、うん、女性はね。だけどこういうのも着てくれるから、そういうのはすっげえ面白いんじゃないかなと。なるほど、っていうかあのいろいろ着れるんじゃないかなと思うんでね、ちょっと皆さんねこれ買ってほしいなと、っていうかあの注目してほしい、うん、と思います。これさっき限定数って言ってましたけど、はい、これ何着あるんですか？お前さ、うん、ライトニングがだよ、うん、30周年って言ってんだから30着に決まってんの。30おね、本当は300着行きたかったです。でも作れないって言われた、うん、まあそりゃそうですよ、うんうん、これ一個一個職人さんが作るんです。そっか、うん、だから30着限定です。おう、うん、なんでね、まあ、売り切れ必至ですよ。いや本当ですね、うん、瞬殺じゃないですか、うん、え納期はいつなんですか？大体1年ぐらい見ておいてくれればいいかなと思うんだけど、今ね山崎さんに直談判してます。1年以内にどうにかなんないの？だけど今時ね革ジャンって全部そうなんですよ。いや そうですね、それは多分ね革ジャン好きだったら分かってくれると思う、うんうん、もう即納がって言うんだとしたらちょっとね無理です。すいません本当にそれは申し訳ないんだけどもっていう感じで、30着限定、うん、3.29 ね、ああ、午後9時、何が起こるよ、ファインクリークレザーズウルトラライトだよ。好きですね、お気に入りですよすげえ、おめえに来てもらいてえ。じゃあよ、今日の動画はこの辺でっていうことだよ。さよなら。これがねサイズ38、まジャストっていうか若干もう本当にピタッとした感じ、ちょっと開けるとこんな感じかな、こういう感じ、まあ変ではないな、うん、だけどもうちょっと大きくても俺だったらいいかもしれない。はい、これがサイズ40。俺普段のレオンっていうのはサイズ40着てるんで何の違和感もない、まあいわゆるジャストだね。うん、ちょっとフロント開けてみます。まあこういう感じ、すごくいいよね。これがサイズ40。俺が普段着てんのがこれウルトラライトレオンの場合はサイズ42、大きいんだけど若干ねゆったりと、皮が薄いから肩とかも馴染んで結構ざっくり着ようかなと思ってちょっと大きめ着てる。ちょっと開けてみるね。よくない？こういう風に肩も落ちてくる。最初は張ってるんだけどすぐに落ちてくるんで、皮が薄いからね、こういう風に大きめに着るのもありだよ。